皆さん、今日は第2戦、日本シリーズ。戦評ですけどね、サンケイスポーツのね。一つのポイントとしてね、前半投手戦になるんじゃないかと。今日も宮城とね、西のピッチングというのはね、立ち上がりから、素晴らしい立ち上がりをしてね、特に宮城のピッチングは素晴らしかったですね。もう一回からね、近本を空振り三振にしたそのストレートなんていうのはね、これは、今までに非常に、力があって、全く振り遅れてました。それから次の大山にしてもね、これもう全然、振り遅れもいいところでね、ストレートに合わないというようなね、とにかく立ち上がりから気合の入ったね、宮城のピッチングはもう素晴らしかったですね。昨日ああいう形で山本がやられてね、で、俺が何とかするぞっていうようなね、そういうピッチャーってのはそういうこの、なんていうんですかね、アグレッシブなね、気持ちっていうのはこう、常に持って、それがマウンドの中でもこう出てくると。特に今日の投げ方見てるとね、腕の振りが素晴らしいですね。球速がめちゃくちゃあるわけじゃないですけども、その球の速さというのは、この腕の振りとね、球の回転だと思うんですけど、これがもう立ち上がりから見事で、これはちょっと阪神も大変だなと。そこに持ってきて、西が投げ、先発ですけど、西はちょっとね、シーズンの後半、なかなか良かった。ところがですね、約、1ヶ月近く、確か空いてるはずなんです。実戦からね。だからちょっとね、いかに西のテクニックといえどもね、ちょっと心配するところもあったわけですね。これはそれが案の定やっぱり出てきたのは、立ち上がり見てるとね、一応抑えはしましたけど、やっぱり外角、内角、得意なその、投げ分けるピッチングという中でね、際どいところへこのボールを投げ込んでいくとか、スライダーとかシュートとかね。で、これがね、シーズン中だったら、いい時だったら、ストライクって言われるようなボールがね、時々そのボールってアンパイアから言われるわけです。で、そのたびにちょっと不安になっていくと。しかし知り上がりにね、3回ぐらいから調子が上がっていくんじゃないかなと、いうふうに見てました。で、宮城はもうどんどん、そのペースが上がってきたんでね、これは5、6回ぐらいまでの勝負になるなと思って見た矢先、今日はですね、ポイントが前半の1点を争うところのポイントの中でね、私は、西投手の、しなくてもいい余計なことをしちゃったなと。気持ちはわかるけど、これは、そんなにする必要ないんじゃないかなと思って、結果的に、どういうことかというと、一番、3回の裏ですね、オリックスの攻撃。これはワンアウトを取って、で、広岡にレフト前にヒットを初めて打たれたわけですね。で、その広岡がランナーに出た時にですね、確かにその1点欲しいですから、そのオリックスのベンチも動かないというのはあったでしょうけど、ちょっと警戒しすぎてね、何度か牽制をしてた。ところはね、その、追い込んで、ここでもう勝負っていう時にね、もう1球、その、牽制球を投げたわけです。これは皆さんも見られた方わかると思うんですけど、これが悪送球になってしまった。これ足も引っかかってね、この小さなミスというのがね、悪送球になってランナーが2塁に行ったわけです。スコアリングポジションにね。で、そういうところからね、ちょっとこれはもったいないなと。こんな余計なことしなくてね、余計なというのは変ですけど、こんな時にそんなわざわざ投げなくてもいいのになと。こういうふうに思ってた矢先にですね、やっぱりその次中川が打ち取りましたけど、その後西野にね、これ初めて出てきた西野に、打たれて、結果的に三塁打になって1点取られたわけです。これをきっかけに、結局、流れがじわ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 、オリックスに来てしまって、結果的に4回にはですね、なんと2アウトからね、フォアボールを出して、で、ベンチも変えられないままですね、西が大量点を取られていくというね、そういう展開の中で、宮城はどんどん調子良くなっていくということで、昨日の全く逆の展開になってしまったというのはね、3回の裏の私は殴ってもいい、その牽制球がきっかけだったんではないかなというあたりを書かせていただきました。これは単純にその一つの牽制球でね、ランナーが二塁行ったからその後やられたんじゃないかというようなことを言われるかもしれませんけど、私にしたらですね、これはもう一点競ってる時のね、どっちが先にやられるか。
どういうところからこの、まあ、傷が深くなっていくのかというのはね、傷が深くというよりもそこからこうね、形勢が悪くなっていくかというようなことはね、まあ、小さなところから変化があると思うんですね。まあ、ピッチャーですからね、それは牽制でアウトにしたいとかね、ランナーを止めといて、まあ、エンドランだとか走らせたいとかいうことはさせたくないというのは、これは分からんでもないですけどね。まあ、これはね、微妙に、バッター勝負の時にはね、まあ、ランナーを引きつけといて、もうバッターだけ勝負するというような、まあ、展開もあるわけですね。まあ、そこが、まあ、一つの、分岐点というのはもう何度も言うようですけど、この今日の試合はね、まあもうちょっと頑張ってほしいなという前半のね、ところだったんですけど、まあそれが気になったのかどうかわかりませんけども、4回には次の回にはですよ、バッターを打ち取って2アウトにしてですね、外国人選手、それはまあトングを抑えて、その後まあ胸からね、フォアボール、ヒット、ヒット、ヒット、それが中川まで、4連打されたというね。で、これはね、まあ、ベンチもね、まあ、こういう短期決戦ですから、ピッチャー早く変えたい、早く変えてもいいっていうような場面もあるんですけど、ただね、西のピッチングから見てもね、立ち直るだろうと、いうところでね、ツーアウトだしね、まあちょっとかなりボールが真ん中に寄ってきてね、打たれ始めてるんで、傾向としてはまあ変えてもおかしくはないんですけれども、まあベンチとしてはそんなに4回ですから、早いイニングからね、もう2アウトも取ってるし、まあ1点2点はしょうがないだろうというようなことを思ってる矢先に、取られたわけですね。で、これがやっぱりゲームのね、まあ決定づけたわけですから、まあその辺を考えてみるとね、これはその3回にやっぱりそういったその小さなきっかけからね、まあ精神的に西がやっぱこれは通さなきゃいけないとかね、いうようなことでこう阪神ベンチがこうなんとなく、西も含めてですね、後手後手に回るような展開になったところから、まあ最終的にはね、まあ8点取られて昨日の全く逆の、ゲーム展開になってしまったと。いうのがね、今日のあの試合だったと思うんですね。まあそんなことで、この短期決戦は昨日の試合もそうでした。私はあの簡単に言うと、もうこの短い、この試合の中では一つの小さな、まあミスだとか、まあその、ポイントがですね、ゲームを左右してくるというようなことに、まあ繋がってくるということでね、まあ今日もその辺を指摘させていただきました。まあ一日置いて甲子園でね、どんな展開になるか、まあ伊藤が投げてきますしね、これはなかなか阪神はまあまだ立ち直してくると思うんで、オリックス阪神戦の第3戦、また皆さん期待をしていただきたいと思います。そういうことで終わります。